はい、シローです。今回はですね、純度 99.999%、ほぼ 100% ですよね、の水素をアンモニアから低コストな新製造方式を確立というニュースが入ってきました。アンモニアからできるんですね。科学に詳しい方はですね、水素分子がかなり入っているっていうことはご存知だと思いますけども、私はちょっとまだそんなに知らなかったんですね。岐阜大学と、沢藤電機はアンモニアから高純度の水素を製造できるシステムを開発した。プラズマを利用して製造するのが特徴で、貴金属を利用する必要がなく、低コストな水素製造が可能だという。水素エネルギーの普及課題の一つが、貯留や輸送の低コスト化だ。この課題の解決策として注目されているアンモニアの水素キャリアとしての利用を実現するシステムとして期待がかかると。水素のエネルギー利用を普及させるための課題の一つに、貯留や輸送の簡易化がある。ここはですね、やっぱり次でね、お話しましたけども、水素はね、体積あたりの重量が小さいんですね。でそのため、貯留や輸送を行いやすくするためには、700気圧程度で圧縮する。これも結構大変なんですよ。燃料電池がこれですよね。燃料電池自動車に積まれている水素燃料タンクですよね。これはこういうふうに気圧を高めて圧縮しているということと、もしくはマイナス 252.9 度に冷却して液体にする必要があると。これかなり低い温度ですからね、絶対0度に近いところです。これにはコストがかかるため、常温常圧に近い条件で貯留運搬できるようにする水素キャリア技術の開発が期待されていると。で、水素キャリアの一つで注目されているのがアンモニア NH3。やっぱ H が多いですね。の利用だと。1分子中に多くの水素を含み、20度 8.6 気圧で液化するため、水素より扱いやすい。この特性を利用してアンモニアを貯留輸送し、必要な場所で水素を取り出して利用できるようにするという考え方である。このコンセプトを実現する上で求められるのが、アンモニアから高効率に水素を取り出せる低コストな製造装置だ。岐阜大学次世代エネルギー研究センター長の上原信史教授は、沢藤電機と共同でアンモニアを原料とする水素製造装置の開発に成功した。高い純度の水素を製造でき、設備も低コストだということなんですよね。で、高価な触媒が不要のプラズマ方式と。従来アンモニアの分解に用いられてきた触媒反応法は400度から800度の高温にする必要があった。これかなり高温ですね。触媒にはルテニウムなどの高価な貴金属を必要とするため、環境負荷とコストが高い。さらに未反応のアンモニアが残留することもあり、劣化につながるため燃料電池には使用しにくいという課題があった。そこで上原教授は大気圧プラズマを利用して、常温無触媒でアンモニアから水素を製造する常温無触媒水素製造法を開発したと。これは石英ガラス製の二重筒構造の装置で、外筒に接地電極を巻きつけ、内筒に高電圧電極を差し込んでいる。この中の2から 5mm の隙間にアンモニアガスを流し、一定の波形の電圧を加えて、水素と窒素を発生させるという仕組みだ。ほう、そうなんですね。窒素、これ分けるということですね。NH3 っていう、化学式の通り、この L というのは窒素ですから、この高電圧の内側と外側の筒の中ですね、これがそうなんですけども、中の隙間に通すことでできると。ただ、触媒反応法と同じく未反応のアンモニアが残留するという課題が残った。そこで沢藤電機と協力し、残留アンモニアを混入させず、水素だけを取り出すプラズマメンブレンリアクターという装置を開発したと。水素分離膜を溶接した高電圧電極を導入することで残留アンモニアの混入を防いでいると。面白いですね。こういう構造ですね。ここですね、水素分離膜を溶接した高電圧電極。これがポイントなんでしょうね。水素の分離を、可能にした膜を溶接してあるということですよね。非常に画期的な装置ですよね。やっぱりまだ水素の貯留という面でも、アンモニアにしておけば、まだそれほどですね、貯留というものに対してもそれほど難しいものじゃないんですけども、これを低コストで変換できる装置がやっぱり必要になってくるんですよね。以前にもですね、シクロメチルヘキサンでしたっけね、ちょっと名前が間違ってたら申し訳ないんですけども、これですね、もう常温常圧で保存できるという装置なんですけれども、メタノールじゃない、エタノールじゃない、そういった何かね、触媒が必要なんですよね。で、それを取り出したり出したり、調流したりとかする装置が結構大掛かりなんですよ。で、そこにもまだね、コストが結構かかってしまうというところではあるので、なかなかですね、まだそちらの方の実現化、そうですね、これはもう横浜の方で実証実験も始まってきてるんですけども、確かですね、私もそれについての記事をですね、この動画の中で、動画のチャンネルの中でですね、作ってきてると思うんで、まあ、それもですね、ちょっとリンクを貼っておきたいなと思います。はい、まあですね、こういう水素に関するですね、技術というのはまたまたどんどんいろいろな方法が出てくるでしょうし、まあ、一つ一つのそういった装置、まあ、これもそうですけれども、そういったもののコストがまた下がってくると、水素をね、より導入しやすくなるなということですね。はい、今回は、まだね、ちょっと2番目があるんですけども、アンモニアからですね、水素製造の、簡単な方法が、あるいは低コストな方法がこう出てきましたよというニュースでした。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。